全然全然。あ、でも、あ、でも綺麗よ。わ、綺麗。よっから見たら薄い。薄い。一回よっか横向いてみ。ほら、薄い。ほら、スタジオ協力。すげえ、結果にコミットするライズアップみたいになってる。ライズアップ。ねえ。ライズアップ。いや、今すぐ DHC とかのサプリとかやった方がいいよ。へえ。ですよ、はい、そうなんや。それで太ったってすごいですね。ふうかさんはだって大丈夫？あ、全然出ますよ、腹筋。あ、すごいすごい、ちょっと出てる。何になんの？アスリートみたい。あ、すごい、ちゃんと見えてますね。綺麗。アスリート目指してる？すごい。最近そっち方向に。でも基本はライブで鍛えた感じなんで。まあまあね。今は改めてジムには行ってるんですけど、はいはい、基本のもう根本の筋肉はライブでできてたので、まあまあ、ジム始めてもあんまり苦労しなかったです。もっとじゃあつけてって、あの昼間のなんか午後2時ぐらいからあの6時ぐらいまで結構がっつりいる真っ黒屋のジムにいるおばさんみたいになっちゃう。嫌です、嫌ですね。あの入ってきてまずクスって言いながら腰痛めへんようにあの腰のベルトキューッて開いてから。それは嫌です。そうなるよ、だって今からやってったら。でもあの目標があって割りたいんですよ、お腹を。え、なんで腹筋を。はい、あの特に目立ったことがないのでグループの中で7人もいるとあんま目立たないんですよ。だから全然少ないですよ。23人もいないと思うんですよ。若手ばっか入ってきたな。そこにそこら最近ほらだからほら佐藤サトレナ、サトレナとか、うん、可愛い子かとか入ってきたからさ、もう、うん、アイドリングなんだかさっぱり分からなかった。もうここに向かいたいのか分かんない。数少ないファンもう後輩に取られていくっていう。何回すんねんと思って。新規を出さなあかんのに。グループ内で奪い合うんですよ、ね。そうやんな。そうなんだ。すごい、だってもう水槽の中で殺し合いするみたいな。そうなんですよ。もうブルーギルの上にブラックバスだけで大変だね。ブルーギルやん、ブルーギル食べとるやんけ。すごいことやってるもんな。そうですよ。いやでもなんかせっかくだからね、なんか、はい、いやでもあんまり俺思うけどあんまりそうなんですよね。だよ、多分アイドルとしてはそのぐらいほどほどにしたいんですけど、十分だと思いますよね、あのぐらいが。いやというか確実に血なくなってるしな。もっと、はい。もっとはない。もっとおっぱいがね、はい、ないですね。いやもう続々となんか本来行ってはいけないところに行ってる気がしますけどね。よく言われますね。いやでもなんかやっぱそれはそれでいいんじゃないかな。なんかこうよりこうそういうとこ極めてね。そうですね。うん、極めるところがね一つある。ポージングって、それからポージングなんかないんですか、さっき言ったボディービルダー。ボディービルダー。ポージングは一個だけ、うん、あのすごい。驚かれるのがあって、でもやってやってやって、なんか撮影とかでよく使うのはこういう感じです。言うとあのここが腕の筋が出るっていう、腕の筋がそうなんですよ。腕が結構出てる。結構出てます。やばい。これかっこいい。もしほんまに行きたいやったら裏行った方がいいよ。リバースプッシュアップ増やした方がいいよ。リバースこっち側ですね。リバースプッシュアップだから。何こう、あ、その椅子ちょうど、うん、ちょうど、あ、普通にだからこうこうやって、あ、こっちか、うわこれ普通に、すごい、これやる方がいいと思う。こうしたら、ここのこっち側の筋肉が鍛えられるので、もっとより深く太くなりますし、ないんですけど、息吸ってこう胸張ってこっちだから上体横隔膜上に上げるやつとかこうやってやって、ああ、見たことある、ポージングいいですね、見たことある、様になってます。あのね、僕全然やりたくないんですけど、行ってるジムの人が、はい、まあ、ビルダーの人がいて、はい、あの西川君、はい、いいよいいよ。ここでだからこうやって広げると、ここのここの後ろのね、はいはい、ここの筋肉が広がってでっかく、それをこうポージングした時にでかいよって言ってあげた。切れてるとかね、切れてる、切れてる、バルクが違う、バルクが違う、でかいよ、でかい、でかいよ。でも私ライブ中に切れてるよって言われます。あ、やっぱり。なら もっとカット出した方がいいよ、それは。続いてですね、こちらです、はい、
所属グループの重大事件を教えて。聞いたことないけどな、何なんだろうな。はい、その答えがこちらです。はい、私の歌声を聞いて最前列の客に耳を塞いで。やばい。そんなことある？本当過酷で。ファンだよね。でもなんかその時はそのなんか職業説明会みたいなのを。職業何してたんですか？まあ、私いろんなところでライブしてるんですよ。闇営業。違う。本格的ちゃんとしてるとこなんですけど、その。そう。そう、職業 の、 その説明会の後に、うん、じゃあ皆さん疲れたと思うのでスペシャルゲストアイドリングですってダーバーって入ってたらもうみんなお客さんが弾いてたんですよ。あ、やばい、弾いてる弾いてると思って、うん、で、まあ前に、うん、まあ、おじさんとかもちろんね、そういうので、まあ私たちが歌ったらまあちょっとこう手拍子とかしてくれて、うん、あ、頑張ってねみたいな感じしてくれたんですけど、一、うん、人どうも様子がおかしいおじさんがいたんですよ、うん、で、私たち僕らの庭っていう歌があるんですけど、うん、途中でラーラーラーってなんかコーラスが入るのが結構長いことあるんですよ、うん、その時に多分音程は外したんでしょうね、うん、こちらが、うん、うーってやりましたおじさんがあからさまに結構堂々とですね。だったらぼーっとしてくれた方が嬉しかった、うんうん、なちょっとだと、まあ、もしくはちょっと席を立っておトイレとかさ、そうだったら最悪よかったね、目の前で。ああ辛い思いしてる。ボイトレしようかなとか思ってましたよね。やってないの？全然やらずにここまで来ちゃった？あ、私たちは、うん、なんだろうな、まあの最近やりだしたぐらいだったんですけど、うん、なんかね本格的にやってるのはネオらしいですよ。あ、アイドリングよ、なんであれアイドリングネオにお金かけてくれるの？今までやってきたの私たちやのに。いや、そうだから、でもやっぱほら佐藤さんにはやっぱ可能性を感じる。カトリナばっかりって感じて、まだ佐藤さんには本当になんか、あ、この子が来てやっとアイドリングに何か本当に小さいけど光がついた気がしたのよ。チンってチンってなんか。うすらぼんやーりしてたから、アイドリングですみたいなところで、もうみんなもう何触っても分かんないけど、だからそんな状態でなんかチンってなんかって、佐藤さんってなんかって、すごいもんだって。それでも慣れないってことぼんやりしてたんだ。ほらもうサトレが可愛いもんな、確かに。可愛い。サトレ可愛い本当に。はい、その他の答えはこちらです。今のうちだけ。昔押してくれてたファンがアンチカット。何これやだ。本当に普段塾よくあるんですけど、よくあるよ。あの、やだ、まあ、このいろいろね路線が変わってくるんですよ。そうだよね、そうだよね。それについてこれないファンがやっぱいるわけですよ。なるほど。それ大体ね、ツイッターとかでね、普段塾早く解散すればいいのに。そう、あるよね。うん、覚えてくれよね。あれ、もうなんか多分好きなのかなって思うんですよ。そう見ちゃうと。いや、それはそうよ。だってさ、かまってほしいんだろうから。そうですか。っていうか、そうだよ。本当にあの。うん、好きの反対は嫌いじゃなくて、うん、あの無視だから。そうなんですよ。そう、無視できないみたいで。そうです。ってことは気になってるんだって。なんかイベントとか来てなんかすごい邪魔な活動してたりとか、すごいなんかあの迷惑になるようなおたぎをしたりとか。一番頑張ってるよね。そう、一番頑張ってる。豆だもんな。ある意味、ある意味一番頑張ってちゃんと来て、ある意味可愛いなと思うんですけど。ちなみにもともと誰のファンだったことは分かったりとかする？分かります。全然もう誰誰の？いろいろいますね。あの、いっぱいいるんだ。ちなみにキャンチとかっていうのは気になります。あの子多そうじゃない？なんかそういうのに。あ、そうでもないの？あ、意外といろいろ。ああ、そう、ついてきてくれる人はついてきてくれますし、ついてきてくれない方はついてきてくれないです、みんな。あ、まあそういうことだよ、はい、いや 今言ったことなんか私言ってますよ、はっきり言って。いや、それそういうことなんだけど。でもそうね、どうなの、どうなの、その自分的にはほら、うわ、はっきり言ってファンの方もついていけない人が出てくるぐらいの状況に、はい、まあ自分もついていけてないわけですよ。ぶっちゃけ必死です ね、うん、はい、必死やんな、だって、うん、なんかほんまにこの面を追ってんのやろかと思いながらやってるよ。はい、鏡何回も見て。せやんな、だって。いいかなって思ってますけど。キャラクター無視ですか？何がいいの？こういう子です。正解、正解です。これ。かわいい。仕事終わって、スッと抜いてる。スッと抜いて、サッカサッと抜いて。お母さん、うん、終わった。うん、帰ってよ。
なるやろ。なってない大丈夫？大丈夫です。ほんま、はい、大丈夫です。なるわ。はい、その他の答えはこちらです。ホームシックで毎日。